山口さん、3日間の出店お疲れ様でした。お疲れ様でした。3日間大盛況でしたけど、はい、いかがでしたか。いや、やりきりましたね本当に全然休憩も取らず、ずっと厨房に立たれてる姿が印象的でしたけど、もう全てのラーメンを作りましたね満足です。一つ一つ丁寧に作られて盛り付けされて、はい、なんか山口さんらしさが随所に出てたかなと思うんですけど、はい、ありがとうございます。そのあたりやっぱり意識されて。そうですね、美味しかったっていう言葉もあるんですけれども、やっぱり提供した時に美味しそうって言われるのが一番嬉しいんでそれを目指して頑張りました。あと話題になってたのがやっぱり鶏を使っている量。そうですねなんか本当に本気の一杯だったのかなって感じがするんですけどそのあたりはいかがでしたか。いや、店だとちょっと使えないぐらいの量自撮り使ったんで美味しいものができたと思います。はい。で、あのラーメン岡キッチンも本日が、はい、本年度の最終営業日で、次は4月1日からになるんですけど、うん、はい、4月1日から金色ホトトギスの山本さんが出られるんですけど、はい、何か印象あれば。いや、もう大御所なので、もう何も言うことはありません。逆に食べに来ます頑張っていただければと思います。お待ちしてます、はい、今回本当に3日間ありがとうございました。ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。